皆さんこんにちは。それでは京都大学2022年文系第4問の解説を始めます。問題文は次の通りです。 AB を正の実数とする。直線 LAX プラス BY イコール1と曲線 Y イコールマイナス X 分の1との2つの交点のうち、 Y 座標が正のものを P、 負のものを Q とする。また L と X 軸との交点を R とし、 L と Y 軸との交点を S とする。 AB が条件 RS 分の PQ イコールルート2を満たしながら動くとき、線分 PQ の中点の軌跡を求めよう。はい、ということで、まあいろいろ条件たくさん書いてあるんですけれども、まあ至ってね、普通の軌跡の問題かなというふうに思います。マイナス x 分の1というのは多分まあ文系だとあんまりね、反比例のグラフですけれども、中学校ではやりますけどね、ここでは文系の範囲だとあんまり出てこないのが、まあそこはちょっとね、まあ面食らうかもしんないですけれども、まあ軌跡の問題ということでね、同質性に注意しながらやっていきましょう。まずは与えられた状況をきちんとね、分析して、まとめていきたいと思います。AB は正で、L が AX プラス BY イコール1という直線です。こういう直線、どういう直線でしょうか。例えば、X に A 分の1を代入して Y0、ね、A 分の10を代入すると、左辺1になりますから、X 軸との交点、まあ後で出てきますけどね、それはね、A 分の1の点ですね。同様に 0B 分の1を代入すると、等式成り立ちますから、Y 座標との交点は、B 分の1。ということで、これら2点を通るような、こういう直線ですね。はい。Y イコールマイナス X 分の1がありますよ。ね。X 分の1じゃなくて、マイナス X 分の1なんで、こっちの代入象限と代用象限に現れますね。で、これらの交点を考えて、Y 座標が正のものを P。こっちか。で、Y 座標が負のものを Q とする。まあ、実はこれ、ね、正負、PQ の区別はこの後してないので、どっちがどっちでもいいんですけどね。うん。はい。で、L と X 軸の交点を、だこの A 分の1ですね。ここを R として、L と Y 軸との交点を S とすると。まあ、ここを S としましょう。で、PQ と RS の長さの比がルート2っていう関係式ですね。そこから、はい、始めていきますが、まあ、R と S はもうね、座標分かってます。問題は P と Q の座標なので、そこをちょっと、求めていくところから始めていきましょうか。ということで、y イコール、マイナス x 分の1ですね。L の式に、y イコール、マイナス x 分の1を代入します。はい、代入して、解いていきます。はい、ax 引く、x 分の b イコール1ですね。この方程式を解けば、交点の x 座標が求まるということで、分母払います。両辺 x 倍して、ax 次乗引く b イコール x ですね。ただし今僕同値変形書きましたんで、同値変形としてはかつ x が0じゃないということと同値ですね。もし上が成り立ったとすると、両辺 x 倍すると ax 次乗引く b イコール x という式が出てきますよ。それから上の式には分母に x があって、その時点で x が0じゃないという情報を持ってますので、x が0じゃないというのも成り立ちます。逆にですね、下が成り立つとすると、この式において x が0じゃないから両辺 x で割るということができて、実際にやるとこの式が出てくるということで、上ならば下、下ならば上、両方確認できたので同値だということですね。こういうふうにね、分数式の同値変形では後ろにね、分母払った後に分母が0じゃないという情報をね、付け加えなくちゃいけません。上は x 分のがある時点で x が0じゃないという情報をね、もう含み持ってるわけだけれど、後ろの分母払った式だとその情報消えちゃうので、それを付け加えてあげる必要があります。はい。まあ、ちょっと長々とは話してきたんですけれどもね。はい。こういうことですね。とは言っても、まあ、今回の場合実際には言いません。それなんでかというと、この前者の式でですね、x を0とすると、マイナス b イコール0ってなるでしょ？でも b が正の実数だから成り立たないんですね。だから、前の式がもうすでに、x が0じゃないという情報を持ってますので、まあ、実際のところ今回は言いません。一般的な、分数式の分母払った同値変形においてはこういうのを付け加える必要があるんだけど、今回の場合は x イコール0とすると前の情報が成り立つのでいらないということですね。そのことも一応書いておきましょうか。はい。前の式で、で、x イコール0とすると矛盾するということから、まあ、つまりもう前の式が、すでに、前の式がもうすでにね、x が0じゃないという情報を含んでますので、かつ x が0じゃないというのはまあもう実数いらないということですね。はい。ということで、まあ前の二次方程式だけ解いてあげればよくてですね、1プラマイルートの b 次乗、
マイナス 4AB ですかね、こういう風になりますかね。はい、ということでこれらのうち小さい方、x 座標が小さい方が p で、プラスのですね大きい方が q だということになります。これらが pq の x 座標。まあどっちがどっちっていうのはもう関係ないですので、まあこれらが pq の x 座標というふうにまとめておきますね。はい、そうしたらですね、これで与えられた条件、rs 分の pq についてこれがまあルート2っていうのがね成り立つらしいんですけど、これについて分析する準備ができましたということです。はい、RS と PQ これ斜辺の長さですから、なんかこれ求めるの大変そうだな、三平方の定理で求めるの大変そうだなって思うかもしれないですけど、これ同一直線上に全部ありますから、 RS と PQ っていうこの斜辺の長さの比は X 座標の長さの比と一緒ですよね。つまりここ対ここが気になってんだけど、それっていうのは、ね、X 座標、ここと、ここの長さの比に等しいですよね。相似からね。はい。ということで、もうそれを活用しちゃいますと、RS は、つまり R と S の X 座標の差は A 分の1ですね。それから PQ、P と Q の X 座標の差っていうのは、まあ、この、プラス引くマイナスのやつですから、わかりますかね。2倍の、プラマイの後ろの部分が出てきます。つまり A 分の、ルート1プラス 4AB っていうのが出てきます。はい。これがルート2ということで、ルート1プラス 4B が、4AB がルート2ということで、両辺事情を払いまして、1プラス 4AB が2と、AB が4分の1と、ね。AB は正なので、ここね、同値性保たれます。明らかに左辺も正だということですね。はい。いうことでね。AB が4分の1ということで。なんか、あんまりよくわかんない式だけど。まあ、要は AB が4分の1ということしか言ってないんですね。はい。ということで、あとは AB イコール4分の1を満たします。で、今考えているのが PQ の中点ですね。PQ の中点を、どうしようかな。ラージ X、ラージ Y としましょうか。すると、そのラージ X の X 座標というのが、今度これらね、足して2で割ります。そうすると 2A 分の1ですね。X 座標が 2A 分の1というふうに分かって、それをですね、ここに代入しましてですね、何ですか、2B 分の1ということになります。はい、ということで、あとは AB が4分の1を満たしながら、動くときに、この X カンマ Y の軌跡は何ですかということですね。よっ。で、はい、これを丸1としましょうか。丸1を満たすときの、満たすときの、はい、丸2で表される、点 xy の軌跡を求めると。それどうやって考えるかというと、まあもう平たく言っちゃうと、これ a イコールの形にする、b イコールの形にする、それをここに放り込むというだけですね。もうちょっと厳密に、同値円形やっていきましょうか。まあ、逆造法の考え方を用いて、やっていきますと、この点 xy、何かしらの点 xy が、この軌跡に含まれる、求める軌跡の中に、求める軌跡の中にある点が含まれるというのは、まあ、つまり、存在の言い方に書き直すと、x イコール 2a 分の1、ね、y イコール 2b 分の1、そして、AB イコール4分の1。これらを満たすような、を満たす、正の AB が存在すると。いうふうに言い換えられるので、これらを、まあ、同値円形。この存在の条件を同値円形していくというのが、まさに逆造法の解き方ですね。で、X イコール 2A 分の1は、例えば、A イコール 2X 分の1と同値です。両辺 A 倍して X で割るということですね。A イコール 2X 分の1と同値。で、y イコール 2b 分の1も同様に、b イコール 2y 分の1と同値です。ここの同値もうちょっと確認しときます。はい。x イコール 2a 分の1から両辺 a で割って、a かけて x で割れば、これが出てきますよね。その時に分の1ですから、この形から x は0じゃないというのがわかるわけね。だから x で割ることができますよと。逆に下の式から上の式を復元しようと思ったら、両辺 A で割って X 倍するっていうことをやればいいんだけど、A で割っていいのはなんでですかと言ったら、分の1だから、0じゃないということがこの式の形からわかるから、下から上も復元できる。後者も同様ですね。
で、あと他はそのままですね。AB を満たす、はい、正の実、満たす正の実数 AB があると。はい。ということで、A イコール B イコールをこの下の式に代入すると同時に、この存在の量化子が消えるわけですね。まあ、その時に正の AB というふうに言っていますので、まあ、A が正、B が正というのもね、忘れないでください。ここに正のっていうのを書くのが嫌だったら、この中括弧の中にね、A が正、B が正っていうのも、後でね、後ろに追加してあげる書き方。つまり、まあ、ちょっと、直しますか。ここ正のを消す代わりに、A が正、B が正っていうのを付け加える、書き方。の方が、まあ、ちょっといいかもしれないですね。そうしときましょうか。はい。全く同じこと言ってんで、どっちでもいいですけど、大体こういう時には忘れるんですね。つまり、A イコール 2X 分の1、B イコール 2i 分の1を、この式と、そしてこの両方が正であるというところに代入して、この存在の量化子を消すことができる。つまり、2X 分の1、はい、かける 2i 分の1が、4分の1ですよ。しかも、A が正、B が正ということで、2X 分の1は正だし、2y 分の1も正だということですね。はい。で、これらを同値変形していきます。で、これらから、何がわかるかというと、両辺 xy、4xy 倍か。4xy 倍すると、はい、xy イコール1というのが出てきますね。この式とこの式は同値です。今言った通り、上から下は両辺 4xy 倍すれば出てくるよと。ね。で、逆に、なんだこれ、4xy で割るのか。4xy で割れば、下から上が出てきますよと。で、xy は1だから、ちゃんと0じゃないから割り算できるよね。ということですね。はい。で、それから、2x 分の1が正という条件がありますけれども、これは x が正ということと、同値ですね。はい。よろしいでしょうかね。はい。で、後ろの方も、y が正ということと同値ですね。よって、求める奇跡は、xy イコール1ですね。まあ、言い方を変えれば、y イコール x 分の1。y イコール x 分の1の、x が、x 座標が正の部分ですね。まあ、x 座標が正、y 座標が正。まあ、どっちか片っぽ抜けてもね、x 座標が正だったらもう自動的に y 座標も正ですから。ということで、もういいでしょうと。ということで、曲線 y イコール x 分の1の x 座標が正の部分ということになるわけですね。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、与えられた条件をですね、こういうふうに AB イコール4分の1ってすんなり言い換えることができれば、あとはまあ、そんなに難しくない、たやすい問題だったかなというふうに思いますのでね、ぜひできてほしい問題ですけれども、どうでしょうか。まあ、この RS 分の PQ を、こういうふうにね、X 座標の比で捉えたっていうのが、まあ、ちょっと、考えるところでした。三平方定理使わなくていいよということですね。まあそうすれば比較的安かったかな。はい。後ろの方、僕ね、こういう風に存在の量化子で言い換える逆造法が大好きな人間ですので、そういう風に回答してしまいましたけど、これについてはね、下の概要欄に貼ってある動画とかで詳しく説明しているので、なんかよくわかんないことやってるなと思った人は、ぜひともそちら見ておいてください。高校数学でぜひとも押さえておいてほしい見方ですね。はい、ということで、今回の内容は以上です。この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。